これはね、セキセイインコなんですよ。ただのセキセイインコじゃありません。これはね、うちで生まれましたね。羽衣セキセイ。これは今羽衣になってますけどね。ここは梵天で、ちょっと親とこの辺が違いますね。でこれは色がね、親はね、ちょっとこの濃いブルーでね、一応バイオレットなんですよ。で、片一方の親がね、これがイエローのね、ダブルファクターって言いましてね、目が黒目でね、普通ルチノは赤目なんですけど、それはダブルファクターで黒目で、イエロー黒目ってやつですね。ね、狭き梵天なんですよ。片一方のメスの方が。これ狭き梵天っていうのはね、こんな羽衣じゃんみたいにはたくさん巻かなくてですね、2、3個、これがクリッとこう巻き上がったのが狭きで、梵天っていうのはここ開くの梵天ですから、それはね、同じなんですよ。羽衣と。で、羽衣になる一歩手前で止まってしまったというのが狭き梵天ですね。片一方の黄色がそれです。そしてこちらは、バイオレットの羽衣石星。こっちがオスの方でにちょっと似たんですね。こんな風ですね。黄色なんかどこにも出てませんもんね。メスの方の。だから羽衣がになったわけですね。狭きじゃなく羽衣で生まれてきました。今日出したばっかりですよ。最近30分前にで、今日でね19日目ぐらいかな。18、19、まあ、20日まで行ってないと思うんですよ。どっちかですね。私が最初にピーって鳴き声を聞いたのがね、巣箱からな近くにおったもんで聞いたのは、その18日か19日前なんですよ。だからそれぐらいですね。これうちで生まれたやつです。たった1羽です。卵は2個か3個あったと思うんですけど、下に落ちて割れてましたからね。どういうと巣箱が小さかったのかもしれませんね。1個だけ残して帰りましたね。また綿毛、この辺が綺麗なブルーのね、バイオレットのそのあれが出てるんかな、少し。ここもそうですね。